フロンタウン、詐欺沼は、神奈川県川崎市山前区土橋にあるフットサル用の施設である。同施設は、川崎市水道局が運営する詐欺沼排水地の上部、かつての詐欺沼プールの跡地に整備された、カッパーク詐欺沼の一部として、川崎市立土橋小学校や公園などとともに、川崎市により建設された。市内をホームタウンとする、 日本プロサッカーリーグクラブ川崎フロンターレへ指定管理者として運営が委託され、名称にフロンターレにちなんだフロンタウンが完成られている。5697平方メートルの敷地内ではフットサルコート6面が同時に利用可能で関東地方で最大級と称している。フィールドターフと呼ばれる最新式の人工芝が敷かれ、 照明設備により夜間での利用も可能である。通常の広さのサッカーはできないが、一回り狭い状態でのミニゲームは可能である。隣接地に整備されたクラブハウスは、省エネルギーや周辺環境、バリアフリーへの配慮なども行う最先端の施設とされており、隣接する市営の触れ合い広場との一体性も重視している。フロンターレは、 同施設の運営住宅で市内での新たな活動拠点を確保し、J リーグが掲げる地域密着理念に沿った活動が可能となった。そのため、フットサル以外のイベントもクラブハウスを利用して行っている。一方、川崎市は維持、管理費を節減し、市民に対して専門知識を持つスタッフによる指導を提供できるようになった。また、 フットサル以外でも市民の健康維持を目的としたウォーキングや体操教室が開催されている。ありがとうございます。